旧相模川橋脚旧相模川橋脚,旧相,川橋脚旧相模川橋脚は神奈川県茅ヶ崎市下町屋一丁目にある中世の遺跡国の史跡及び天然記念物に指定されている2004年の補修工事地図関東大震災と1924年1月の2度の大地震の際に小出川沿いの水田から7本の木柱が出現したその後の発掘により 地中に尚三本あるのが発見された。当時、沼田頼り博士が、東鏡に基づいて、鎌倉時代の相模川の橋脚と交渉し、中世橋梁以降として高く評価されている。沼田はこの橋を、鎌倉時代1198年に、源頼朝の家来であった、稲毛重成が亡き妻の供養のために相模川にかけた、大橋であると鑑定した。 大正15年10月20日に国の史跡に指定された。以来、池の中で保存されてきたが、水上に露出した部分の材の腐食が進行したため、平成13年以降、茅ヶ崎市教育委員会による保存整備を前提とした学術目的の発掘調査が行われた。以後、3回の内容確認調査によって、新発見の橋い1本を含め日の木製の橋いが、 計10本確認された。その配置は2メートル間隔の3本1列の橋脚が10メートル間隔で4列に並んだものと推定される。橋食いとなった木柱は年輪年代測定によれば、西暦1126年から1260年の一時点に伐採された日の機材と同定された。また、橋食いの周辺には地震による噴砂噴歴の痕跡、 鎌倉、南北長期の横板、角柱、歴等を用いた土留めのための移行などが確認された。関東大震災前の相模川河口。橋脚の位置は、現在流れている相模川の流路から東側へ、約 2.5km の位置にある。この橋が確認されたことにより、中世における相模川は、現在よりかなり東方を流れていて、氾濫や地震による流路の変遷を経て、 現位置へ移動したものと推定されている。右に震災前の相模川、小出川、千の川の状況を示した。震災で土地が隆起し、北東から相模川へ流入する千の川は河口を失って大きな沼地を作った。柳島村は161端部もの新たな工作地を得、幕末より続いた藤間温泉の優先量は激減した。 このように大地震が発生するたびに、相模川はその流路を変えてきた。しかし、この橋脚が作られた当時の流路の全体は明確でなく、この橋が相模川の本流、支流とどのような関係にあったかは、研究段階である。この橋脚は直径約60センチメートルのヒノキの丸材で、橋全体の幅は約7メートルとなり、当時は、 全国有数の大橋であったと考えられる。常実の発掘調査によって、中世前期の五岸のための土止め以降の一部や、国の史跡に指定された、大正末期から昭和初期にかけての保存措置として行われた五岸以降も確認され、周辺土地利用の変遷や保存手法の状況や水位等も明らかになり、従前の史跡指定範囲を超えて遺跡が広がることから、 平成19年には、史跡の追加指定が行われた。天究9年12月5日、頼朝がこの橋の竣工式に出席した帰りに、平家の亡霊に驚いた馬が暴れて、川へ落ち、寒さに触れて、病を得て翌年1月に死亡したという説がある。この時、警護の武士10人が責任を取って自害し、その墓が、龍馬栄院の境内の10基の五輪塔であるとも、 言われている。この事件によって相模川の下流部分を馬乳川と称するようになったという伝説がある。相模川を渡る東海道に初めて橋を架けた稲毛三郎重成は、頼朝の中心だった畠山重忠の親族である。また妻は、北条時政の娘で、頼朝の正室、北条政子の妹であった。鎌倉幕府成立後に妻を亡くした重成は、 出家して相模川付近に寺を建て念仏を唱える、日々を送っていたが、相模川の渡し船で命を落とす、人々の多さを見て、妻への追復のために橋を架けることを決意すると、研究九,九年により友の許可を得て、独力で橋を架けたと伝えられている。鎌倉時代に架けられた、この橋は一度修復はされたものの、その後、明治時代に入るまで、相模川に橋が架けられることはなく、 江戸時代では私船による交通が行われた。関東大震災により、旧相模川橋脚が出現した経緯は、液状化現象によるものであり、地震学的観点から2012年11月16日に天然記念物への指定が答申され、2013年3月27日に告示され、液状化現象を対象とした初めての天然記念物に指定された。また、 自然物でない天然記念物は、静岡県伊豆の国市にある地震道の昨今に次いで2件目である。飛び出した橋脚は、防腐処理を施されて、そのままの状態で保存されている。橋脚に近接する、川岸の護岸のために設けられたものである。この時、中世後期の土工房も検出している。ABC 竹部県一2 0 1 5 p 8 3八頭加工。 ハット AB 竹部健一 2015P81AB 竹部健一2015ピアニッシモ8182史跡等の指定等について文化庁2012年11月16日9相模川橋脚天然記念物に読売オンライン2012年11月17日2013年3月28日閲覧ありがとうございます